めっちゃいいんだけど。どうもこんにちは、まみよしです。以前の動画でね、こちらビーツスタジオバッツ紹介したんですけれども、今回はですね、おとといの8月12日に発売されたアンカーのサウンドコアライフ P3、 こちらのレビューしていきたいと思います。で、今回ね、こちらと比較するイヤホンとしては、このライフ P3 の1個前のこちらのライフ P2、 そして大人気イヤホンのアンカーサウンドコアリバーティエアー2プロで、先日紹介したビーツスタジオバッツでも、発売してから2年ぐらい経つんですけども、それでもね、未だに人気のこちらの AirPods Pro、 これらと比較していきたいと思います。ライフ P3 開けていきましょう。オープン。おお、あー、全然色が違うわ。これね、オフホワイト買ったので、ライフ P2 のホワイトみたいな感じの真っ白だと思ったんですけども、すごいね、わかるかな、これピンクっぽいですね。ピンクっていうか、なんかベージュとピンク混ぜたような感じの色になってます。でも P2 のここのロゴの色と一緒か。で、本体があって、付属品が USB Type A から Type C の充電アダプター、 Type C 充電と、あとワイヤレス充電にも対応してます、今回ので。イヤーチップが XS、S で、 M は本体についてて、 LXL になってます。全部で5種類、なのでね、ほとんどの方の耳にサイズは合うかと思います。そしたらこの下からは紙類ですね。これはなんかよくわからん紙と、クイックスタートガイドと、よくわからん紙が入ってます。まあ、クイックスタートガイドちょっと見ようかな。クイックスタートガイドはめちゃめちゃいろいろ書いてあるな。簡単に言うと、アプリダウンロードして、ファームウェアアップデートして、外部音取り込みとかノイキャンとかいろいろいじれますよ。5種類イヤーピースがあるのでサイズが合います。充電の仕方、パワーオンオフの仕方、ペアリングの仕方、後ろにもありました。コントロール方法、コントロール方法ちょっと見とくか。設定で変えられるんですけども、左側2回タップで早送り、右側2回タップで再生一時停止、電話がかかってきてる時に2回タップで応答、2秒間長押しで電話を切る、電話かかってない時に2秒間長押しで外部音取り込みとノイキャンを変えると、まあ、ただね、ここら辺は設定で変えられますね。他の端末とペアリングし直す時は、ここのね、ペアリングボタンを3秒長押ししてください。あとはリセットの方法だったり、バッテリーの残量のガイドですね。これは読まないで使っていくうちに慣れる感じかなと思います。これで付属品は以上です。本体開けていきます。本体はわあ、さっきのベタベタめっちゃ残ったガムテープ。こういうベタベタが残った場合は、ガムテープでね、こうやってペタペタやると大体ね、取れるのでおすすめです。あ、取れた取れた、完璧です。そしたらまずケース見ていきましょう。ケースのね、ここはかなり高級感あるかもね。リバーティエアー2プロと比べるとこんな感じ。なんかちょっとだけ奥まった感じになってる気がするけど、触った感じは一緒だな。色が違うだけかも。で、裏面はこんな感じ。で、こっちライフ P2 ワイヤレス充電対応してなかったんですけども、こっちのライフ P3 はワイヤレス充電対応してます。置いて、電源オン。ここは光れば、はい。はい、充電できてます。ワイヤレス充電も対応してます。この点ね、結構でかいと思います。ワイヤレスイヤホンってね、もともとバッテリー自体が少ないので、ワイヤレス充電でもすぐに充電することができるので、ワイヤレス充電対応っていうのはかなり嬉しいポイントかと思います。じゃあライフ P2 と P3 比較していきましょうか。オープン。おお、デザイン結構いい感じだな。ライフ P2 と比較するとこんな感じ。一気に高級感出ましたね。じゃあちょっと出していきましょう。で、ケース自体はこんな感じになってます。こちらがイヤホン本体になります。結構ね、デザインいい感じですね。ただ光沢感はちょっと安っぽい感じはあるかな。でもそんなことない気がするな。こちらもね、ライフ P2 と比べると P3 で一気にね、この高級感増しましたね。これはかなり嬉しい。まあね、値段ももちろん上がってるんですよね。こっち5000円で、こっち9000円ぐらいなので、まあ、倍ぐらいになってます。で、Air 2 Pro と比べるとこんな感じ。Air 2 Pro の方が高いんですけども、こちらのね、P3 の方がなんか高級感ありますね。リバーティ Air 2 Pro はかっこいい。P3 に関してはエレガントっていう感じかな。形自体はね、Air 2 Pro とほぼほぼ一緒なので、付け心地は変わんないかなと思います。Air 2 Pro のケースにも入るな。ってことは、こっちのね、ライフ P3 のところにも、ああ、でもなんか、はまんないな。ちょっと長さが違うんだな。で、今気づいたのは、このね、ケースの開閉。これがね、すごいしっかりしてる。こっちのね、P2 は開けた時に結構ここでグラグラするのと、閉めた時にパタンっていう。
こえるかな、これこんな感じのね音がするんですけども、こっちのね P3 は開けた時に、あ、グラグラは一緒だね、この閉めた時にこの音めっちゃいい、なんか化粧品の蓋を閉める時の音みたいな感じかな、そんな感じの音がします。これめっちゃ細かいけど結構ね、あ、いいってなると思います。 Air 2 Pro はシャコシャコっていう感じなんですけど、こっちはパカッカポッみたいな感じです。うん、この3つね、これが一番高級感高いかな、この開閉に関しては。そしたら iPhone とペアリングしていきましょう。設定で Bluetooth で、ここからイヤホン本体を開いて、この状態で出んのかな、出ないな。ここからイヤホンを取り出して、あれ、耳につけます、出ません。なぜ、もしかして充電ない、これ。あ、充電あるな、パカ、あ、出た出た。なんかちょっとね、開けたり閉めたりやると出るかもしれません。そしたらこの状態で P3 を押します。あ、繋がった。結構なんか繋がるまで長いな。はい、違う端末につなげたいときはどうやるのか見ていきます。まずね、こっち iPhone12 Pro Max に普通にペアリングっていうのをさっきしました。で、一回本体にしまって、で、この状態でね、ここのペアリングボタン、ここをコビを長押しするとこんな感じでね、流れる感じの LED になるの で、そしたらね、こちらの Life P3 を押せば、はい、別端末で接続完了です。 iPhone12 で問題なく聞くことができてます。で、皆さんが気になるのが、この状態で iPhone12 Pro Max に戻す方法、これ Bluetooth のとこからできるのかな。 Bluetooth サウンドカー Life P3 いけなさそうだな。そしたら一回本体に戻して、 Life P3 のペアリング切れます、開けます。ここで P3 を押したら、あ、ダメだな、こっちの12につながってますね。なので、端末を切り替えるときっていうのは、ケース本体にしまいます、ここのペアリングボタンを5秒間押します。で、このペアリングモードになってるときに、移動させたい方の iPhone の Bluetooth を開いて、ここの P3 を押せばいけるかな。これは多分いけるはず。あ、いけたいけた。こんな感じでね、ちょっと、別の端末で使うときは、まあ手間がかかるかなと思います。まあでも、これぐらいだったら全然許容範囲かな。はい、そしたらイヤホンつけていきます。おお、あ、フィット感めっちゃいいね。ちょっと待って、Life P2 とフィット感比較。Life P2 は、Life P2 はなんか奥まで入る感じがある。で、Life P3 は、なるほどね。Life P2 はそこまで奥に入れなくてもいいのにっていう感じのところまで入るんですけども、こっちのね、P3 はいい塩梅のところまで入る感じになってますね。で、付け心地に関しては、あれ？ Air 2 Pro より耳にフィットするな。で、今つけただけなんですけども、密閉感結構あるね。ちょっとね、イヤーピース左が合わないので交換します。右はめっちゃジャストフィット。ちょっとね、L に変えてみましょう。はい、L に変えてみました。ああ、いいね。お、やっぱなんか装着感違うわ。Life P3 の方が合う。さっき見た感じね、サイズあんま変わんない感じだったんですけども。右側が M。左側が L。で、いい感じ。左右の耳の大きさって意外と違う人も多いので、別々でも全然 OK です。そしたらね、まずは素の状態で音聞いていきます。ちょっといつもの曲で。え？待って。めっちゃいいんだけど。ちょっと待って。ちょっと、リバーティ Air 2 Pro にします。音ね、めっちゃいいよ。この価格にしては、最高。これめっちゃいいんだけど。今ちょっと聞いた感じだと、リバーティ Air 2 Pro よりもスッキリしてて、こっちの方が好みかも。なんかね、こっちのリバーティ Air 2 Pro はちょっと低音強すぎだなっていう感じがするんですけども、こっちの Life P3 は、低音がちょっと削られてて、いい感じのバランスになってる。これね、結構お気に入り。じゃあちょっとね、1個前の Life P2 と比べてどう進化したのかやっていきましょう。まずね、デザインが全然違うね。あー、全然違うわ、P2 と P3。結構ね、高音部分はシャカシャカ気味。耳に刺さる音って感じだな。まあでも、5000円でこれだったら結構いい。いいね、でも。割と P2 はバランスのいい音かもね。バランスのいいけどちょっとキンキンみたいな。低音は弱め。で、それと比べると P3 めっちゃ進化したわ。まあ価格がね、上がってるっていうのもあるけど。迫力ね、めっちゃすごいね。次はこちら、ビーツスタジオバッツ。うん、こっちのビーツの方がミッドは出てるね。ただ聞いててどっちが楽しい音かって言ったら、こっちの Life P3 な気がする。次 AirPods Pro。 なるほど、 AirPods Pro は聞いててめっちゃフラットな感じ。
で、AirPods 聞いた後に、こっちのね、Life P3 にすると、低音強ってなって、バスドラがね、耳の横で鳴ってる感じがしますね。耳の近くで、ポンポンいってる感じ。低音好きな人は、AirPods Pro よりも Life P3 の方が好きな人もいるかもしれない。いや、これね、今のところめっちゃ買い。今ね、セールで7992円になってるんですけども、普通のイヤホンとして、ノイキャンとか外部音取り込みなくても、これは普通に買いだと思う。そしたらね、気になるノイキャン外部音取り込みとか、チェックするのと、あとね、イコライザっていうのも調整できるので、それもチェックしていきましょう。アプリでやっていきます。まずこれ耳に入れて、でこの状態でサウンドコアアプリ、これを開きます。でトップページからヘッドホンでリバーティじゃなくてライフシリーズ、こっちでライフ P3、 はい、できました。ファームウェア更新がある、充電ロジックと通話効果を設定か、マイク音質が変わったのかな。じゃあちょっと更新していきましょう。インストール、よし、つながりました。そしたら設定見ていきましょう。まずはモード設定、これ標準になってます。で外部音取り込みやってみます。おー、あー、外部音取り込みはやっぱり微妙だな。なんかこうっていう音がする。なので外歩いてる時とか会話したい時に使うモードではないかな。この音声フォーカスがね結構いいんですよね。なんか声だけちょっと軽くなるけど聞こえやすくなる感じ。なので外部音取り込み使って、誰かと話したいって時はこちらのね音声フォーカスに設定しておいた方がいいかと思います。こちらの全ての外音は微妙で、続いてノイズキャンセリング、部屋にいて、おー、多くない、うん、ちょっとずつ変わるな。じゃあちょっと適当になんか音楽かけてみます。やっぱ種類によってね、どの帯域の音が残るのかっていうの違いますね。まあただこれいちいちやるのめんどくさいので、まあ、基本交通機関でいいような気はしますね。電車とかで使うことが多いだろうし、それか屋内で使うことが多いんだったらこっち。屋外はあんま使わないかな、危ないし。じゃあちょっとね喋ってるやつを流してみます。ああ、すごいすごい。ちょっとリバーティエアー2プロやってみます。リバーティエアー2プロの方がノイキャン強いわ。でもそんなに変わんないかな。リバーティエアー2プロよりもライフ P3 の方がちょっと弱いかもレベル、そんな感じです。で続いてはゲームモード、これ遅延がね少なくなるらしいですね。レイテンシーを軽減し、足音や音声などのサウンドを向上させる。接続は不安定になる場合があります。なるほど。ちょっと音楽流しながらレイテンシーやってみます。おお、変わる、すげえ。ゲームモードにした方が音質いいかも。てか、なんかすごいダウド感が出る。ロックとか好きな人はこれゲームモードにした方がいいね。で、遅延はね、ちょっとゲーム起動しますか。ああ、普通のモードだと遅延してるね、めっちゃ。ちょっと伝わるかな、マイクでいきます。はい、続いてゲームモードをオンにしてみます。おお、少なくなったな。結構変わるね、これゲームモードにすると。でちょっと AirPods と比較してみます。これが AirPods Pro。 AirPods Pro の方が遅延少ないな。遅延目当てなら AirPods Pro の方がいいかも。はい、続いてイコライザーコントロールイヤーチップ、なんか種類増えてるな。イコライザー、あー、これはちょっと少ないね。有名人のプリセットみたいなのあったんですけども、それはないね。ちょっとイコライザー試してみますか。まずは普通の、これね、イコライザーデフォルトがフラットかと思ったら、ここにフラットあるんですよね。そうするとミッドが出てるので、もともとドンシャリのイヤホンっていった感じになってます。どっちにしろ低音は強いね。迫力でかいのはこっちのデフォルト。デフォルトいいな。フラットはまあフラットなんだろうけど、なんかちょっと音の荒が目立つかもな。もともとの音は 80% だけど、イコライザーで 100% にしてる印象な音ですね。で、カスタムで自分好みに。こんな感じかな。うん、ちょっとこもってたのが取れたみたいな感じかな。まあでもイコライザーね、これプリセットデフォルトがかなりいい感じですね。特にイコライザーはいじんなくてもいい感じ。で、続いて睡眠モードはこれなんだ。あー、なるほどね。寝るときにいい感じの自然の音が流れてます。まあ、使わないかな。コントロールに関しては選べます。シングルタップで音量の上げ下げ。これ、設定項目は音量小大、次へ戻る、再生、一時停止。いろいろ変えられますね。で、オンオフもできます。で、ダブルタップが次へだったり、一時停止。シングルタップで一時停止にしたいね。ダブルタップで右で次へ、左で戻る。で、2秒長押しでモード設定。まあ、こんな感じでね、自分好みに設定することができます。で、
イヤーチップ。ああ、これ AirPods Pro もありますね。こんな感じの。密閉感だったり、ノイズキャンセリング。テストを開始。まあなんか音楽流れてる。うん。最適な密閉感。まあこれでね、テストしてもいいと思うんですけども、別にこれやんなくてもね、どのぐらいが合ってるかとかわかるかなと思います。はい、そしたらマイク音質比較していきましょう。はい、こちらがサウンドコアライフ P3 の音質になります。マイク音質いかがでしょうか？ノイズの感じも。これがサウンドコアライフ P3 の音声です。はい、続いてアンカーのサウンドコアリバーティエアー2プロのマイク音質になります。どうでしょうか？ノイズの感じ。で、今ね、なんかマイクオンにしたり左耳からね、ブーンみたいな感じでイオンしてます。謎。はい、まずこちらが AirPods Pro の音声になります。ノイズの感じとかどうでしょうか？ AirPods Pro は Bluetooth のね、イヤホンの中でも結構いい方かと思います。はい、こちらが Beats Studio Buds のマイク音質になります。どうでしょうか？多分ね、ここの筒の部分がないので、音質はね、あんまり良くないかなと思います。ノイズの感じとかどうでしょうか？リバーティエアー2プロの方がちょっといいけど、でもまあそんな変わんないかなっていう感じですね。じゃあちょっとね、ノイキャンとかの性能をこちらね、実際に外に行ってチェックしてみたいと思います。はい、この4つ比較してみたんですけども、やっぱ一番効くのはね、この AirPods Pro ですね。で、続いては Beats かな。まあ、Beats とね、AirPods Pro 大体一緒な感じでノイキャン聞きました。で、この Liberty Air 2 Pro と Life P3、これに関してはね、まあほぼ一緒かなっていった感じ。なのでそんなに変わんない。まあ AirPods Pro の7、8割くらいのノイキャン性能っていった感じです。まあただね、これでも必要十分だと思います。でいかがでしたでしょうか？こちらアンカーの Life P3、 これめちゃめちゃいいですね。1万円以下と値段も安くて、ノイキャン外部音取り込みモードでイコライザーも調整できたり、ワイヤレス充電にも対応してます。で、音質もいいので、今までいろんなイヤホン紹介してきてるんですけども、1万円以内でおすすめなイヤホンないって聞かれたらね、もう断然これですね。それくらいね、ライフ P3 かなりおすすめな機種になってます。デザインもかなりね、エレガントな感じなのでいいかと思います。あと個人的に気に入ってるのはこの閉じた音。うん、これもね、結構高級感がある感じ。完成度めちゃめちゃ高いですね。で、こんな感じでね、いろんなカラバリあるので、自分の好きな色を選んでみるといいと思います。ちなみに黒だけ安いです。アンカーのライフ P3 のリンク概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。で、今回こちらのライフ A2NC と比較するっていう感じで言ってたんですけど、すっかりね、開けるの忘れてたので、次回の動画でね、こちらのライフ P3 とこちらのライフ A2NC 比較したいと思います。気になる方はぜひチャンネル登録。で、あとね、グッドボタンもお願いします。以上。アンカーライフ P3 のレビューでした。バイ。